アップル A10 フュージョンとはアップルが設計したソーク。2016年9月7日に発表された iPhone7、iPhone7 プラスに搭載された A10 チップの CPU は2つの高性能コアと2つの高効率コアを持っており、高性能コアは iPhone6 の最大2倍の速さで動作し、高効率コアは高性能コアのわずか5分の1の電力で動き、GPU は iPhone 6の最大3倍の速さで動作するとしている。またヘブックのハードウェアデコーダー、エンコーダーを搭載している。また、高性能コアのハリケーンと効率コアのゼファーは同時には動作できず負荷に応じて切り替わる。同時動作可能になるのは次世代ソークの Apple A11、バイオニックからとなる。33億のトランジスタを搭載。カニングハム。 アンドリュー、iPhone7&7 Plus Review、Great Annual Upgrades With One Measure Catch。アルステヒニカ、https、アーステクニカ .com、Apple、2016、09、iPhone-7&7 Plus Review、Great Annual Upgrades With One Measure、Catch。2016年9月14日閲覧。iPhone7 GPU Breakdown。 北府テック、2018年9月21日閲覧。ミステリーズオブアップル A10GPU。PC ワールド、2018年9月21日、閲覧。インク、アップル、イントロデューシングハイフヘブック。WWDC2017 ビデオズ、アップルデベロッパー。 アップルデベロッパー2018年11月22日閲覧ありがとうございます。